はい、じゃあやっていきましょう。ウォッチドックス、まだアクト2なんでね、全然終わる感じがしないですけど何本なるかな、本当にね。毎回言ってるような気がするけど、これ何本なるか分かんないです、本当に。これ最長いっちゃうかもしれないな、このエンタのゲーミングザボックスの。今までとりあえずフュージョンが64回かな、65回ぐらいやったかな。あれまだ続きますからね、あれまだダウンロードコンテンツが出るから。あれまだ続くし、ファミコンリミックスで、62回やったかな。トビアスと同じ状況に陥ってもおかしくない。同じ連中に追われてる。トビアス。今や俺も帰る場所がない。やつは薬か何かで興奮気味だったが。あ、トビアス。トビアスってあれか。一回痛い目合わせたやつやな。倒しもう殺しちゃったやつちゃうかな。確かテイクダウンかどうのこうのみたいなの出てたから、殺しちゃったやつやと思うな。おう、お前、こら。くそ、犯行現場。犯行現場すぐ近くやったけど、助けられんかった。トビアス一回倒したやつやと思うな。倒したっていうか殺したやつやな。そいつみたいに俺も狙われてるよみたいな話をしてましたね、今。ファミコンレミックスで62回でしょ。62回で番外編4回出してるから。あ、バイクあった、わしのバイク。いや、乗れよ乗れよ。そんな刑事ドラマみたいにかっこよく飛びの感でいいし。66本動画作ったんで、ファミコンリミックスでねそれ超える可能性があるからね、全然あるからこの感じ、なかなか終わらないこの感じ。ちょ、もう今回はもう最初にキャンペーンやりたいんですよね。ちょっとキャンペーン久しぶりだから、メインミッション行こうかなと思っとるわけですよ。はい、痛い。分かったんだ。分かってたんだけれども、止まれなかったんだ。仕方ない。お、そのバイクに乗り換えてやろう。無意味なバイク交換。ね、必要性を感じられない、このバイク交換。乗りたいんだ、こっちに。こっちに乗りたかったんだ。結構遠いな、2キロぐらいあるんか。まあ2キロ。頑張って走りましょう。おう、また曲がりきれない。やっぱここら辺の地区走りづらいわ。なんか違うんだよな、経路が、ここの地区は。複雑なんだよな、マップが。マップが複雑かと思いきや、ちょっと待って、ごめんなさい。ごめんね、ちょっとでっかいタンクローリーさん、ごめんね。ごめんごめん、間違えた間違えた。俺バイク乗りたいんだ。ごめんごめん。俺バイク乗りたかったんだ。いや、バイク乗りたいんだって俺。ちょっと、これ乗りたないって。ちょっと待って、ちょハッキングさせて。はい。お金を踏んどる。踏んだくる。はい、ごめんごめん。ね、2キロが遠いっていう話をしたかっただけやのに、こんな長引いたでしょ。だから60何本もさ、動画作るんだよ。ねえ、エンタのゲームインザボックスはこういうしょうもない話をしてね、動画の本数が増えてくんだよね。横転した、初めて見たわ。バイクにぶつかられて横転するトラックってなんやねん、これすごいな、こんなトラックあるか。全部ほったらかしやけどな。こんなことなっても全然知らんっていう感じやもん。もう煙吹いとるしな、もうこのバイクぶつかりすぎて。いや、2キロ遠いからさ、できるだけこうやって速度上げて早く行きたいもん、メインミッションまでね。なぜか知らないけど、この道中このミッションに向かう道中は全然カットしない人間だからな。
なんか知らないけどね、全部カットしたくないんだよね、こういう運転シーン。別に面白いわけじゃないですけど、こういうところシーンこういうシーン全然面白くないんだけども、これといって見どころがあるわけでもないし、なんかすごくトークでつないでるわけでもないんだけども、なんかカットしたくないんですよね、こういうシーン。オッケー、倉庫を話していたらメインミッション来た。これついにあれか、渡るんかな。ここオンラインレースどうでもいいわ。ついにこの橋を渡るんやな、リモコン使って。さあアクト2、そこにあるはずの空白。バンカーだ。クララはこの伝説を強く信じてる。ということはないんか、ここにあるはずっていうから。神話に興味はないが、リッキーを取り戻すために使う使わせてもらおう。しかしほんまにあるんかね。バンカー島にたどり着いたとしてもね。あ、トビアスって、あこのリモコンくれた人か。あとでだ。ここをまず入ってきゃいいんか。屋上ね。屋上へどうやって行くかだ。お、リフト。このカゴの中にどうやって入るか。そっから普通に行けんちゃうかそれ。多分そっか行けるな。道を間違えたな。この辺から行けるでしょ。音声ロープ。10分の8やで。こっちのところから登っていくんじゃないか。ここをどう登るかだな。もうリフトありやないか。リフトは給電されてんだな。ここら辺一体。多分こっからやろう。あ、ここの鍵。これでもここら辺何も前カメラがないんじゃないの。カメラない中でどうやって侵入すんだ。どうか。これ難しいぞ、これ結構今回むずいな、これなんだこれ。どうやってここ侵入すんだ。うわ、落ちちゃったよ落ちちゃったよ。ここはなんだ。ああ、フラッググレネード。いらねえ、いらねえし、ここいるとでも思ったか、ほんまふざけんな、いるとでも思ったか、ほんまいらねえし。あ、こっちか行けんじゃないの。いや、行けない、行けないけど、そっから見える位置じゃないのか。あ、カメラあるじゃん。なんだよなんやねん、あったやんけカメラ。リフト、もうめっちゃ簡単やったやんけ。そんな悩まんでもいけたわ。悩まないでっつって、もうマヤミキに言われてる感覚やわ。ここやな。これで反対側に行きたいんだけど、反対側に行くには
ここか。これは蹴り破られへんのか。グレネードとか使うか。グレネードランチャー。オーケー。んー、誰か笑ってるぞ。なっはっはっは言ってるやつおったで。誰や誰もいないであろうはずのところやのに、なんで人の声が聞こえんの。あ、オッケー、起動。お、結構手荒いな。エイデンさん手荒いわ。わしがやった。それわしがやった。危ない。ちょっと、電話に夢中になりすぎて急ぐがあまりやな。あ、でもなんかすごい近いところに移動してくれてる。そんなファンタジーな世界じゃないんでしょうね。そうだった。なら上、あのビルのどれか探してみるわ。飛びなさいよそこ。変なとこ挟まれたやん。押せろかほんま。飛べないんか。あ、てか飛ばんでもいいんか。こっから登れるわ。さあ屋上来たぞ。ここも鍵閉まってるタイプか。よし、カメラを使って。これで入れるかな？オッケー、入れるな。よし。開けた。私が開けた。そっちか、行きたいんだよな。降りるじゃないわ。ここ来たところでやな。リフト。ここ来たところでほんま何やん。何やったやろ。あ、これか。あ、これない。ここを解除はできてるんかな？できとるかな？普通にすぐ行けたかな？何も手強くなかったし。しょっちゅう電話してんな、ほんま。なんやねん、通話無料の、なんか、コミュニティ入っとんのかやな。スマホなら通話料無料みたいな。めっちゃ仲良くなっとるやん、クララと。さあもう一機やねんけど、ゆっくり降りたいな。降りれるかな。オッケー、大丈夫、耐えた。オッケー、今回は死ななかった。毎回降りるときに死んじゃうから。さあ、ここはどう行く？まず向こう側に行かないといけないんだ。そうだな。このコンテナを登っていくタイプの向こうの行き方ちゃうかな？ここ開けられないでしょ？ああ、ゲートをハッキングするためにこうやってカメラを乗り継いでいくんか。いや、それじゃない。あ、それを下ろしたことでカメラをハッキングできるんか。おいで。
ほいでどこ行くよ。そいでどこ行くよ。ここに来たところでやで。あそこか。なるほどな。ようできとるわ。お。クレーン動かして。そこに持ってきた。あれ乗ってくっぽいな、でも。このクレーン乗ってくんやろ。このクレーンの上に乗るにはどうするかやな。うん。これの上に乗ってからハッキングすれば、向こう岸に渡れるんか。なるほど、ようできとるな。おいけ。お、もう見えてる。オッケー。いや、時間かかった、これ。これで、バンカーに入れ。バンカーどこだ？あ、また落ちる。また落ちる。あ、やめて。あ、ブラブラ。ちょっとなんかあったぞ、音声ログ。ちょっとあれ気になる。ここにも音声ログあった。バンカーアクセス、目的不明、暗号化されたキーパッド。まあ、とりあえず入るか。なんだ？ん？ああ、ここで待ってるってことか？これ自体が地下に降りてたんか。さあ、いよいよバンカーにやってきましたよ。電子制御パネルを探せ。近いな。来ない。はい、停電。もうアイテムくれくれ。粘着爆弾。暗いな。これをハッキングか。はい。ねえ、本当にあったでしょ。デッドセックも利用できそう。クララ、このことは秘密にしてくれ。誰にも知られたくない。せめて俺の用が済むまで。もちろん。暗いなあ、ここ。つなぐの手伝って。ほぼほぼ見えてないわ。お、ジャミングゲット。あれを起動すればいいんか。わかった、待ってろ、クララ。うまくいってくれ。ほんとだよ、暗いわ。クララと同じ気持ち。いら。ブルームがハードウェアの大部分を持ち去ったみたいだけど、重要なのは接続なの。ほら。追跡される恐れは。安全なサイトよ。追跡もハッキングも不可能なの。それを今からハッキングするのか。IP がどこのか知りたい。
見せて。これが重要なの？単なる手がかりだ。ダミアンはどうやってこれを見つけたの？うまく隠してある。どこにも隙がないわ。ロッシー・フレモント地区のものみたい。バイスラーズの島か。ほら、監視カメラだ。内部を覗けるようだな。繋げられるか？無理だわ、グリッドに見当たらない。変ね。ここからが無理なら現地で繋ぐか。戻ってくる前に準備しておく。よし、これでクリアか。オッケー。なんかいろいろアイテムあるみたいだから取ってこ。ジャーミング、相変わらず復旧しても暗いな。ここ何のため復旧させたんやってぐらい暗いわ。あ、これ以上持てない。持ちたいのに。